犬を追う者は、鎌倉時代から始まったとされる、日本の休日の作法、鍛錬法、ヤブサ笠掛けとと共に、記者産物の一つ、競技場として40件四方の平坦な場を準備し、そこを、馬場とする。その馬場に36の機の騎手、2機の見聞者、2機の漢字、150匹の犬を投入し、所定の時間内に騎手が何匹犬をいたかで争う 矢が貫かないよう、犬い引き目という特殊なか矢を使用した。ただ単に犬に矢を当てれば良いというものではなく、相撲の決め手のように打ち方や命中した場所によって、いくつもの技が存在した。この判定のために、ケミや、関継ぎが必要となった。犬大物ババ文献上では1207年に最初に見られる。以後室町時代にかけて、武芸の鍛錬として盛んに行われ、 諏訪大社や下鴨神社、上鴨神社などでは、神事として開催され、見物客で賑わった。下鴨神社のものは、落中落外図屏風に、上鴨神社のものは、鴨競馬犬大物図屏風に描かれている。当時は獣類を汽車により狙う競技を総称して、大物者といい、牛を追う、牛大物などもあったが、犬を追う、犬大物だけが残った。日本各地の犬場は、 犬舎馬場、カンババ、キューバ場という地名は、そこで犬追う者が行われていた名残である。太平記によれば、北条氏特捜家最後の当主、北条高時が、刀剣や犬追う者に熱中し政治を顧みなくなり、鎌倉幕府滅亡の原因となったとする逸話を、記している。戦国時代に入ると、作法を保持していた有力な守護大名、守護大が、次々と滅び、 江戸時代まで作法を継承できたのは、島津市と小笠原市に、細川市だけとなった。その後、薩摩藩では一時昇るやわれみの例による中断を除き、聖守の元服の時など、刑事の折に開催していた。また、島津光久が徳川家綱のために興行したこともある。徳川吉宗も高刈と共に、小笠原流を復興させた。明治維新の後、 爆藩体制が崩壊。幕府、薩摩藩という被護者を失った犬大物は、技術保持が困難となった。当時の日本では、西洋変調で自国の伝統文化を軽視する、風潮があったことに加え、広大なスペースと大勢の競技者、犬の飼育費が必要な犬大物は、工業にも稽古にも多大な費用を必要としたからで、ある。そのような状況にあったが、明治12年と、 明治14年、上野公園で、島津忠義が、明治天皇の前で犬大物の展覧を行う。明治12年の公行には、法日中の、グラント将軍も臨席。明治24年には、法日中で、薩摩を訪れたロシア皇太子ニコライに、千岩和園で披露。現在、島津家関係の資料や小笠原流に、武田流、犬大物の図。 犬大物図説などの資料により作法は伝わっているが、復興されていない。土佐光重が観音事情本丸の障壁画として描いた犬大物図の模写。ありがとうございます。